今日は工学分野における機械工学中でも駆動装置の設計に関するお話をいたしますこの駆動装置というのは皆さんがよく知っている風力発電設備や電気自動車またロボットそういったものに使われていますこれらを設計しようと思いますとその機械要素がいつまで持つのかどれぐらいの荷重に持つのかそういったことを計算して設計に生かす必要があります この分野を寿命計算や強度計算と言いますで先ほど申した風力発電設備や電気自動車でこれらには従来鉄鋼材材料料や金属材料が使われていまし,たしかし世の中の要求がだんだん高くなってきて今までの金属材料や鉄鋼材料ではなかなか新しい機能を発揮できないようになっていっています でその中でそれらを解決する手法というのはたくさんの手法が開発されているわけですが私は特に新しい材料を使って機械要素の機能をアップしたり問題を解決したりする技術の開発をしていますで。これらを実際に解決するためにどういった材料を使うかということですが例えば洋上の風力発電設備 あれはすごく大きな発電機を何メートルもの高さもっと言うと何十メートルの高さまで設置して使う必要がありますこれが地上ですといったん問題が起こるとすぐに交換ができるんですが海の上だと交換することができませんどういった問題が起こるかと言いますと金属同士ですと電位差によって電気が流れて腐食が始まります この腐食を止めるために非導電性電気を通さないセラミックスが使われていますまた電気自動車の場合モーターをたくさん使いますモーターの周りには磁界がたくさん発生します従って磁場の影響を受けないプラスチックやセラミックスなどを使うことが期待されていますこのセラミックスやプラスチックを使った機械要素これらに対して寿命計算や強度計算をしようと思うと従来は 金属疲労の考え方を適用していましたしたかしこれにはいくつかの限界が指摘されています一つはもともと金属に対して、えー、出来上がってる学問ですからセラミックさプラスチックを適用した時には問題がありますまた駆動装置ですので動力を相手に伝えないといけませんでこの時には相手に接しないといけないので摩擦や摩耗が発生しますこの問題は金属疲労では解決できません また実際に接触していますのでそこで接触している状態というのは損傷を観察することができませんこれらを解決するために私の研究室では最先端の研究を行っていますこの分野では4位私の研究室3位に中国の研究室1位私の研究室ですこのような技術を使って企業や国と共同開発して新しい製品を世の中に出しています